男女共同参画センターの井上です。イクボス講座と男性講座についてお知らせします。まずイクボス講座をご案内します。皆さんはイクボスという言葉を聞いたことがありますか？イクボスとは部下のワークライフバランスを応援し、自らも私生活を満喫し、なおかつ組織の業績に強い責任感を持ち結果を出す上司や管理職、経営者のことです。長時間労働の解消や人材確保、社員のモチベーションをどう上げるかなど、企業や団体が抱える課題を解決するには働き方を変えることが必要で、それを進めるキーパーソンとなるのがイクボスです。市では子育てや介護を行う家庭をはじめ、多種多様な形があるすべての家庭を優しく包み込む地域とするためのさまざまな取り組みを行っています。その一つとして伊賀市まるごと働き方応援宣言を行い、生き生きと働き続けられる職場づくりやイクボスの養成に地域ぐるみで取り組んでいます。これらの取り組みの一環としてイクボス講座を開催しますので、働き方改革やイクボスに関心のある人はぜひご参加ください。イクボス講座、イクボスで成果と笑顔が共にアップは10月31日月曜日午後2時からハイトピア伊賀5階多目的大研修室で開催します。対象は市内の企業、事業所、団体などの経営者、管理職、総務、人事担当などで、受講は無料です。事前申し込み制で、申し込み期限は10月24日月曜日です。なお定員は100人で、定員に達した時点で締め切りますので、お早めにお申し込みください。講師には NPO 法人ファザーリングジャパン代表理事川島隆之さんをお招きし、講師自身が上司や経営者として実践してきた具体的な手法をお話しいただきます。今回の講座では、グループワークによる意見交換や身近な企業や事業所の事例発表を取り入れ、実践的なマネジメント術を学ぶことができます。お申し込みは商工労働課電話 22-9669、 ファックス 22-9695 までお寄せください。詳細は画面の二次元コードから市ホームページをご覧ください。続いて男性講座についてお知らせします。男女共同参画社会について考えるとき、男性に焦点を当てることは少ないかもしれません。男女共同参画社会とは、性別にかかわらず全ての人が個性や能力を生かし、さまざまな分野に共に加わり活躍できる社会のことです。この男女共同参画社会の実現を阻んでいるのは、社会的文化的な性別であるジェンダーへのとらわれや固定的性別役割分担意識であると言われています。固定観念や偏見により生きづらさを感じているのは男性も女性も同じです。今生きづらさを感じているすべての男性へ、三重県男女共同参画センターフレンテ三重主催の男性講座をご案内します。この男性講座は津市内の会場で開催され、その模様をライブ中継でご覧いただきます。日程は11月20日日曜日午後1時30分から、会場はハイトピア伊賀4階多目的室です。対象は市内在住在勤の男性で、受講は無料です。事前申し込みが必要で、申し込み期限は11月17日木曜日、定員は30人です。こちらも定員に達した時点で締め切ります。講師には大妻女子大学人間関係学部准教授の田中俊之さんをお迎えし、今を生きる男のための処方箋、絶望の時代の希望の男性学入門と題しご講演いただきます。
なぜ男性は男らしさにとらわれるのか、有害な男らしさはどこから来るのか、男性がこれからの時代を楽しく生きていくためにはどう考え、何を始めたらいいのかなど、男性学の視点から男性にとってのジェンダー平等がどういったものであるのかを学ぶことができます。お申し込み、お問い合わせは男女共同参画センター、電話 22-9632、 ファックス 22-9666 までお寄せください。また画面の二次元コードから申し込みフォームで申し込んでいただくこともできます。すべての人が生きやすい社会の実現に向けて、ぜひご参加ください。以上、男女共同参画センターからのお知らせでした。